どうも、マルベリーです。星のドラゴンクエスト実況をやっていきましょう。2017年11月20日月曜日、ガチャやってまいりました。もうすでにですね、西欧装備の新情報としてね、追加になった装備のお知らせ動画、星ドラ公式チャンネルの方で上がっておりましたが、今回はちょっとタイミングも合わずということで、ガチャが来てからの収録となっております。詳しく見ていきましょう。11月の20日の0時から23日の23時59分までということで、1日1回無料もついてきて、10連福引き毎回星5一枠確定で、期間限定装備に剣が来ましたね。西欧装備、西欧剣に、そして弓、鞭、杖、紺と新規に追加され、さらには扇、ハンマーが抱き合わせですね。これは前回すでに西欧装備実装されてたやつで来ていただいております。で、ナイフ、槍、斧、爪、ブーメランは今回は含みませんという感じでございますが、西欧装備登場でございますね。ちょっとなんかやっぱ西欧装備見た目かっこいいね。公式チャンネルのね、 URL はここにも貼ってあるみたいなのでご確認ください。さらにちょっとすごいんですよ今回。1日1回も無料もあるんですが、提供割合がなんとですね、確定枠以外見ると10%でございます。西欧ガチャは前回も 10% だったんで、あれなんですかね、西欧ガチャは 10% で今後踏襲されるのかちょっとわかりませんが、各 0.5 で、他の常設とかが 0.1とかだからね、やっぱ西欧出やすいですねこれ多分、という感じになってます。確定枠はもちろん 100% の 0.5 の、他 2.3 とか 0.だからね、比較的だから確定枠も西欧系当たりやすいガチャとなってるのは非常にありがたいなというところでございますが、性能さらに詳細見ていきましょう。まあメインスキル等は出てたんですけどね、貫突性能が一番気になるところでございました。最大進化で残念ながら補助 B なんですね。これオール A だったら神武器なんですけどね。まあちょっと西欧シリーズはね、 B 含んでたんで、まあ何が B になるかっていうところが注目ポイントだったんですけど、補助特技 B でしたね。まあ補助呪文 B だったらワンチャンスだったのかな。まあでも補助呪文 A と補助呪文 B、 まあそうか、大天使剣のなんかちょっと違う版みたいなので、西欧の剣みたいな扱いだったらまだあったかもしれないですけど、西欧の人たちがギラー属性ダメージの525%敵1体で CT は15秒ということなので、まあイメージ的には東人剣が来た時に東人人たちでね、効果力でジバリア属性攻撃というようなスキル来てた時もですね、そんなに評価高くなかったんですよ。属性攻撃のただの敵単体でちょっと火力高いだけかよみたいなね。ただ CT は15秒とか軽めのスキルっていう形だけだったんですけど、まあ後々ね、ジバリア系が得意な魔王とかね、が出てきて大活躍という形だったので、まあ西欧人たちも同じような扱いになるんじゃないかなと。だから性能的にはね、パッと見、んっていう感じなんですけど、全然光るかなと思っております。ただ、対等するとことしては、一応奇跡の剣ですかね。無課金、まあ一応最強剣と、今んとこは言われると思うんですけど、このギラ属性に幻惑もついたやつで、補助特技で全体っていうのもあったんで、まあそこと比較するとね、ちょっとどうなんだろうっていうところはあるんですが、まあ攻撃特技で詰めるっていうのも、剣のね、サブスロットを活かせるというところもあると思うので、全然ワンチャンスあるかなというところでございます。そして西欧弓、こちらの最大貫突が補助呪文 B ということで、まあ攻撃 A が2枚詰める弓、初登場になるのかな。弓は補助特技が最低1個はね入ってたんで、もう全部攻撃染めで、一応ベホマラーは詰めるけど補助呪文 B ということですから、まあベホマラーマホトーンとかね、ベホマラースクルト、ベホマラースバーハとかをやりながら攻撃に特化した弓っていうことで、唯一今回実装された西欧装備の中で貫突で、まあワンチャンスあるかなと思えるやつ。ただっていう感じですね。まあ、西欧の矢がね、結構優秀でございまして、威力 400% イオ属性に 20% の確率で追加攻撃で、威力 470% のイオ追加攻撃が発生。敵単体で CT15 秒ということなんで、まあ、抜き出してね、西欧の矢を使うとかっていうのね、弓優秀なのはありますから、コンボキャノンでもいいですし、攻撃 A が詰める優秀な弓に西欧矢を積むとかね、まあ、西欧弓を貫突は、まあ、ゼロではないですけどね、可能性としては、いう感じで。まあ、でも西欧の剣はもう完全、スキルだけっていう感じですから、そういう意味では西欧の弓は貫突でもまあワンチャンスっていうところですね。そして西欧の鞭でございます。こちらの貫突性能も補助特技が B ということで、まあ鞭補助サポート的な形でどうしても使われてしまいますんで、ここに補助特技 A が2つないっていうのはちょっと厳しいかなと。まあメインスキルを考えればあるんですけど、西欧総流撃がもう入っちゃってるんで、タタウタ積んじゃったらもう他のものを詰めないっていう風にはなっちゃうんですけど、まあでも可能性としては西欧総流撃にタタウタに鞭ですから、グランバニラの祝福とかを積んでね、使うっ
うとかっていう方法はなきにしもあらず。だから西欧の弓の貫突よりかはちょっと、評価は落ちるんですけど、貫突で使えなくはないっていう感じですね。ただスキルは結構限定されるというのが西洋鞭でございます。しかしメインスキルですね、メインスキルがだから今回は全体的に面白いかなっていう、抜き出しを結構想定されてるのかなっていうイメージのラインナップでございますが、ミニコンボキャノンみたいな感じになりましたね。鞭版のミニコンボキャノン、2回ヒットするたびにコンボ数増えていくということで、まあコンボキャノンはね一気に5コンボを稼げるんでコンボ数としては少ないんですけど、まあ弓しかなかったコンボを稼げるスキルがね鞭でも来たっていうことで、チャンスがないわけではないかなっていう感じですよね。で物理ダメージ 250% が2回入りながらコンボを伸ばせるっていうとこなんで、まあライトな感じで使いながら、ムチでね攻撃系だとアークウィップしかあまり使いどこなかったところに西欧総流撃入れれるってなるとムチはかなり評価高いかなと個人的に思ってます。そして西欧杖、西欧の恵みでございますね。こちら注意ポイントとしては杖専用スキルではないっていうところですね。 CT は18秒で仲間1人の HP を固定250回復、だから瞑想の上位互換っていう感じですね。完全でしかも自分だけじゃないので仲間1人誰でも行けちゃうということも考えると、まあ瞑想ない人とかね、アークブレードもなくて瞑想もなくて回復ソースがないんだよなんていう人は西欧の杖引いて西欧の恵みを天空剣に積んだりとかも全然ワンチャンスっていうところで、貫突性能に関しては攻撃 A が2枚に補助 B が1枚ということなので、ちょっと杖として貫突で使うっていうんだと、補助特技 A が欲しかったかなっていう感じですよね。なのでこれも抜き出しかなっていうイメージですね。そして西欧のコンガラストでございます。西欧、これトドロキ雷撃なんて読むのこれ。トドロキって音読みするとなんて言うんだ、漢字読めね。威力 620% の電属性攻撃、敵単体で CT は23秒ということで、ちょっとまあ火力はね 620% の電属性は相当ね、あ、強雷撃だそうです。西欧強雷撃、威力 620% の電属性のこのね性能的には面白いんですけど、 CT は23秒ということで、まあそれでも剣でいう西欧十字剣みたいなもんですよね。それの電印版みたいなことで、ハグコンにね新鉄撃を積んでなんていう話をしてた時に、天空錬金前のね、天空剣錬金前の天空剣と同じような性能に近くなりましたねなんて話をしてましたけど、だからコンで結構火力出して抜群で使いたいとかっていうところに出てきそうで、まあコンがねコンだけどん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 スキルのバリエーション増えていくとさらに面白くなっていくんじゃないかなと思わせてくれるようなスキルになってました。で貫突性能は補助特技 B がケツについているという形で、まあこれも同じくですね、貫突使ってでもはゼロではないですけど、かなり抜き出し色が強いかなっていうところでございました。これが追加になった、1,2,3,4,5 種類ですね。でさらには西欧奥義に西欧ハンマーと抱き合わせてきてますんで、ガチャの狙いとしてはね、西欧奥義や西欧ハンマーを狙うためにもこの 10% ガチャで引くっていうのはワンチャンスあるかなっていうところで、追加になったところで一番個人的に狙い目なのはやっぱ当時無知なのかなと思っております。まあ これだったらコンボキャノンの方がいいじゃないって、まあまあまさにその通りなんですけど、まあ弓じゃなくて無知でチャレンジできて、ライトなスキルというかスキル CT で2コンボでもちょっとでも伸ばせるんであれば全然悪くはないのかなと思ってます。個人的には西欧総流撃がこの中では評価 A かな、 S まではいかないかな、まあ言って S マイナスぐらい。西欧の矢も言って A までだよね。西欧弓、西欧鞭が一番トップ評価かな。で次に西欧杖と西欧コンと、まあ、西欧剣、どれも A マイナスぐらい。でもここの3つは完全抜き出しっていう感じですね、剣、杖、コンに関しては。なんで前回来てた扇とかハンマーが出た方がいい場合もなきにしもあらずかなというところでしょうか。というところでマルベリの勝手に新西欧装備レビューでございました。無料福引き引きましょう。デイ、さあ何が出るかな。まあ10連はどうしようね、1回ぐらい引いてもいいかなと思うんですが、デイどうや。まあでも期間中無料、今回も様子見てかな。今なんかすぐ欲しいっていうのは、まあ逆に扇ハンマーは欲しいですけど、ハンマーは結局黄金竜土を持ってないと意味ないし、私土持ってないんで、まあ扇は貫突させなきゃいけないし、で数引くんだったらっていうところですけどね。一応無料期間が11月の23日までありますんで、そこまでやってまた駆け込みで引くかどうかを考えたいというところにさせていただいて、前回動画で予告させていただいた通り、ユーフェスの感想戦をね前回動画に入れちゃうとちょっと尺長くなっちゃうから、今回の動画も結構尺長えぞ
前回動画で予告させていただいて、まあ前回でもちょろっとはね、ありがとうございましたなんてさ、触れてましたけど、ユーフェスの感想戦をこの後ご覧いただければと思います。こちらがその当日私、ユーフェスの方で出演させていただいていた、星のドラゴンクエストスペシャルブースの様子でございますね。まあこんな感じで、手前にね、お客さんがバーって入ってきて、演者さんがこう入ってきた時はステージになるような形になってますが、で、この右側に映ってますね、ミラクルグッチさん、ポコニャンさん、サトチンさんとね、この方たちと名前が並ぶなんていうこと自体もすごいことなんですけど、解説で入らせていただきまして、もう本当にデズバリの状態でね、本当になんて言うんでしょうか、大役と言ったらいいんでしょうかね、こういう機会いただけてね、感謝という感じでございますが、実際にそれぞれね、演者さんが入ってステージが始まった時の様子がこちらでございますね。マルブリさんが一番左に立っておりますが、グッチさん、ポゴニャンさんと、まずはこれ1回目の時ですね、こんな感じで解説しながらグッチさん、ポコニャンさんがマルチプレイをしていくみたいなね感じで、非常に手前にお客さん見えてると思いますけど、1公演で一番多かった時でも60人ぐらいかな、ブースのねスペースが限りあったんで、ほんと100人200人とかっていう感じにはなかなか難しいんですけど、まあ各公演合わせたら6回公演あって、で150から200人ぐらいの方多分いたんじゃないかなということでね、本当にお越しいただいた皆様ありがとうございました。そして次の写真はそのブースが終わってポンと、こちらはですねメインステージですね、星のドラゴンクエストのこのブースのコーナーと、あと別にメインのステージ、同じレインボーエリア内にありまして、そこの模様がね生放送されてたんですね、ウームさんの公式チャンネルの方で。まあしかしですね、私こっちにも出ると思ってたんですけど、残念ながらこっちには出てなかったんですよ。まあということもありまして、私は見学をさせていただいていたんですが、隣にはね某プロデューサーが映っておりますが、市村プロデューサーと一緒にそのメインステージを見させていただいていてね、このツーショットはなんかね感慨深いものがありますが、まあ当日市村さんともねいろいろと喋らせていただいてましたが、いっぱい怒られましたこの怒られましたなんてこと言ったらまた怒られそうでね、あんまりなんかこう動画内で市村プロデューサーの絡みの話も今後できなくなっちゃうなと思ってねまたこれこういうこと言うから怒られるね非常にね、市村さんも動画はしっかり見ていただいてるということをね、その動画内で私がぐちぐち言ってるものに対してチクチクとやられましたそしてメインステージが始まるとね、ここにはもうグッチさん、ポゴニャンさん、サトチンさんと、そしてミキポンさんですね、こう言って入っていましてね、ミキポンさん、まあここにいらっしゃる皆さんに関しては、あのヒカキンさんのねドラクエの日の公式生放送でお会いさせていただいていたということもありまして、もう楽屋の中では本当にグッチさん、ポゴニャンさんとサトチンさんにね、私今回こんなねユーフェスに本来であればなかなか参加できるようなねチャンネルの規模感とかではないんで、もう私ポツンとね楽屋でも一人になるのかなと思ったんですが、グッチさん、ポコニャンさん、サトチンさんがもう常にね気を使っていただいて、温かい声をかけていただいてね、楽屋の中では本当にお三人方に助けられて、ミキポンさんに関してはねレッドステージっていう別のコンサート的なことをやっていた方のね出演とかもあって、楽屋に行ったのは一瞬だったんですかねっていうのもあって、お話その時はできなかったんですけど、後ほどちょっとお話もさせていただいていてね、そのヒカキンさんの生放送の時に一度お会いした限りだったんでね、あのお会いしても特にねリアクションないかなと思ってたんですけど、その後ミキポンさんの方からもねお話いただいたりとかでね感謝感激っていう感じでございましたが、そしてなんやかんやしてる時にねとある人がやってまいりました。この方です長野プロデューサーでございますね。これも星のドラゴンクエストのプロデューサーのお一方という、まあ、非常にね楽しいキャラクターの人物でございまして、メインステージ終わった頃にですよ、ひょっこり現れまして、長野プロデューサー大遅刻でございますよ市村プロデューサーが冗談交じりにね、冬のボーナスカットだなんて言われてましたけどその後長野プロデューサーともねいろいろとお話しさせていただいておりました。先ほどちょっとね楽屋の話がありましたけど、こちらでございますね、ポゴニャンさんが出演終わりにね、ポゴニャンさんの抜け殻と私は称してるんですがポゴニャンさんの抜け殻の周りにはね冷却シートとかねタオルとかね必須アイテムが転がっててね、非常に面白かった楽屋でございまして、そのポゴニャンさんのねあの抜け殻をこう被っているのは、これポゴニャンさんではないですね、サトチンさんですね非常に楽屋もね和やかなムードで、グッチさんとね今の近況を話したりとかね、ゲーム実況のね今の動画界隈の話とかをさせていただいてたり、サトチンさんはこうムードメーカーでねいろんな方に話をねかけていただいて、そして何よりですね次の写真でございますが、ちょっとね超イケメンの顔がブレてしまって本当に申し訳ないなっていう一枚になってるんですがじゃあ右はねブサメンですけど、左のイケメンは誰なんだっていうところなんですけど、アキさんというゲーム実況者の方で、
星ドラ関係ではないんですけど、私がパワプロの動画とかを上げてた時代ですね。まあパズドラとかも最初やってた頃かな。チャンネル登録者数は多分まだね5000いってないぐらいの時だと思うんですけど、その時にですね同じくパズドラとかパワプロの動画を上げていて、まあパワプロの動画の検索をかけるとマルベリチャンネルかアキさんのチャンネルの動画が上がってるみたいな時期がありまして、もう私が勝手にね同期だと思っていた、だいたいチャンネルの規模感とかも同じでやってる内容が近いみたいなね、いうのでアキさんという実況者さんがいて、まあ前々からもうほんと2年ぐらい前からずっとお会いしたりコミュニケーションを取ったりとかっていうのはなかったんですが、ついにアキさんとね出会いまして、マルベリがアキさんと出会ったのやつでございましてさんといろいろコミュニケーション取らせていただいてありがたかったかなということで、そしてですねこちらでございますね。こちらはUFEST当日ではないんですが、前日にねちょっとリスナーさんとコミュニケーション取る機会がございまして、リスナーさんにはわざわざ来ていただいてねお食事させていただいたんですけど、集会でもねよく来ていただいている面々ということで、右から豆もちさんで、手前が岩佐キングさんで、一番左がトミさんということでね、この3名とのフォーショットでございますね。テイポーズをしてくれてね、本当にリスナーさんにもねわざわざ足運んでいただいてね、ひいきにしていただいて本当感謝という感じでございましたね。そして次はこれUFEST当日の会場でのちょっとワンショットですね。マルベリーのこと知っててマルベリーチャンネル見てますって声かけていただいた方はね、みんなおじさんなんですよこういうこと言ったら怒られますけど、いい意味でね、20代後半からもう40代の方が圧倒的にマルベリーチャンネルのね動画を見ていただいてる方多くて、7割以上そんな状態なんですけど、小学生の方でマルベリさんのファンなんですって言ってねお声掛けいただいた方何名かいらっしゃって本当に嬉しくて、その小学生とね一緒に撮ったワンショットでございますね。いやー本当にありがたかったですね。他にもお越しいただいてお話しさせていただいたりとかもあってね、本当に貴重な経験をさせていただきました。そして最後のショットはこちらでございますね。ダダダダーン、すごいんですよこの人数。今回まあこのUFESTに参加された皆さんという感じになるんですが、もう手前の方にはね鎌田社長をはじめヒカキンさん、そして今回なんとそのウームメンバーにねサプライズ加入をされたというね東海オンエアさんやねキョウちゃんさんなどね、そうそうたる面々がいるわけですよ。そんな中にですよそんな中にずーんと行くといました、マルベリさん私の下にはあのギコちゃんさんですよ。ゲーム実況界では有名な方ですね。もうなんかねすんごかったですね。このもう自分の目の前通る人にあの YouTuber さんがね通ってくみたいな、秒間隔で起こるみたいなねすごいバーにね居合わせさせていただいたなということでしたけど、UFES終わりのね食事会がありましてね、打ち上げみたいな形でそこでいろいろとお話しさせていただきましたね。最初の星ドラのメインステージの方の司会で映っていた水溜りボンドのカンタさんお話しさせていただいたり、前回のドラクエの日にご一緒させていただいたウダホさんもそうですね、この写真に写ってますが、キョウちゃんさんはねちょっと私的にはキョウちゃんさんもサプライズでウームの方に今回加入するということで、マルベリチャンネルの生放送とかを聞いていただいている方は私がよくこういう話をしているのを聞いたことあると思うんですけど、トークが上手いっていうのはどういうことなのかみたいなね話をしている時に毎回話を出させていただいているのがねキョウちゃんさんなんですよね。多分その YouTube とか動画とか配信会話の中で一番トークが面白いのは誰なのかっていうので、毎回私はキョウちゃんさんだっていうふうに言ってるんですけど、同じ北海道出身ということもあってですね、そしてキョウちゃんさんも星ドラやられてるということで話させていただいて、まあご挨拶程度だったんですけど、我らがウェブヒカキンさんですよ。ヒカキンさんもね、お会いさせていただいて、また、先日はって言ったら、いい声のマルベリさんみたいな形でもう一声かけていただいて、ドラクエの日以来もう5月ぶりですなんて話をしてね、いやそのままのスタイルで頑張ってくださいなんて声をかけていただいてね、ポコニャンさん経由でギコちゃんさんにねお話いただいたり、ギコちゃんさんともお話できたのもありがたかったですし、その他にもいろんな方とねお話しさせていただいたりと、本当に貴重な経験、何回貴重な経験って言ってるんですかね。まあ、今回UFES参加させていただいて一番思ったのは、まあ、こういう場に居合わせても問題ないって言ったらおかしいですけどね、まあ、場にふさわしい人間になれるようというかね、もう少しちょっと私は一歩一歩自分のペースでなんていうふうに思ったんですけど、ちょっと頑張っていかないといけないなって、足を運んでくれてマルベチャンネル見てますなんていうふうに言って
って、あの一人ね、たかしさんというリスナーさんがですね、わざわざ姫路から足運んでいただいて、マルベリさんのステージを見るためだけに来ましたみたいなね、声とか、もうそんなの聞いてたら申し訳なくなってしまってね、各ね、いろんな方に対してもう少し貢献できるようにね、精進しなきゃなと本当に思う、ユーフェスという形になりました。長々とお話しさせていただきましたが、今回はそのユーフェスの感想戦も含めの動画という形にさせていただければと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。